1862年頃、翼壁が追加される前。当初、銅のドームは岩のような灰色であったが、1872年、金色に塗装された。ビリコンストリート沿いの正門。1827年、アレキサンダー・ジャクソン・デイビスが、2013年のワールドシリーズにおけるボストンレッドソックスの優勝を祝福。マサチューセッツ州会議事堂は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の州知事室、州政府の事務所、及び州議会を擁する建物。同州の州都ボストン市の中心部、ビリコンヒル地区に位置する。マサチューセッツ州議会及びマサチューセッツ州知事のオフィスを所有している。著名な建築家、チャールズ・ブルフィンチにより設計され、1798年に完成し、以降繰り返し増築されている。フェデラル様式の名作の一つ、ブルフィンチの代表作の一つとされ、アメリカ合衆国国定歴史建造物に認定されている。マサチューセッツ州会議事堂は、ボストンのビリコンヒルの丘の頂上、ボストンコモンのビーコンストリートを挟んだ北側の 6.7 エーカーの敷地に立っている。マサチューセッツ州初代知事ジョン・ハンコックがこの土地を所有していた。それまでのコートストリートの州会議事堂に代わる庁舎として建てられ、1798年に完成した周辺で最も古い建物である。建築家、チャールズ・ブルフィンチがロンドンにあるウィリアム・チェンバーズのサマセットハウス及びジェームズ・ワイアットのパンセオンを参考に設計した。1895年、地元のチャールズ・ブリガムによる設計で大幅な増築がなされた。1917年、スタージス・ブライアンとチャップマン&アンドリュースによる設計で東西の翼壁が完成した。2016年7月、チャーリー・ベイカー知事は西側の300平方フィートの芝地の地域圏をコンドミニアムに売却することを議会に提案した。かつて、ジョン・ハンコックが所有していた牧草地であり、オペアユニットとして使用されることが議論となっている。建物のシンボルである屋根のドームは木製で金箔が貼られている。しかし、最初から金箔張りであったわけではない。最初、1802年に貼られたのは、ポール・リビアのリビア・コッパー・カンパニーの銅であった。リビアはアメリカの銅メッキ製造の先駆者であった。当初、ドームは灰色、その後に薄黄色に塗られた。1874年、ドームに金箔が貼られ、現在の姿になった。しかし、第二次世界大戦の最中、敵機による爆撃を避けるため、一時的にドームが黒または灰色に塗られていた。1997年、30万ドル以上をかけ、24金を貼り直した。ドームの頂上には、松の実を模した飾りが付けられている。これは、植民地時代初頭のボストンの製材業の重要性及び、当時マサチューセッツ湾植民地の飛び地であったメイン州を表している。庁舎の入り口にはジョセフ・フッカーの騎馬像、ダニエル・ウェブスター、ホーレス・マン、ジョン・カイ・ケネディなどの像が立ち並んでいる。アン・ハッチンソン、メアリ・ダイヤーの像は東西の翼壁の芝地に位置している。最初からあった赤レンガ造りの建物には知事室とマサチューセッツ州上院が入っている。知事室は西端に、上院はドームの直下にそれぞれ位置している。マサチューセッツ州下院は増築された方の建物の西側に入っている。下院の会議場には1784年に地元の商人から贈られた聖なるタラが飾られている。この聖なるタラは初期のマサチューセッツ州経済における漁業の重要性を示すものである。ドーム下の2階は、エドワード・ブロドニーによる壁画が描かれている。1936年、ブロドニーは公共事業促進局によるコンテストで優勝し、最初の壁画、コロンビア・ナイチンハーワールド・ウォー・ディセーブルドを描くことになった。経済的にモデルを雇うことができず、友人や家族にポーズをとってもらって描いた。コロンビアのモデルは、姉妹のノーマ・ブロドニー公園、手前の片足の兵士のモデルは、兄弟のフレッド・ブロドニーである。1938年、二つ目の壁画、ワールド・ウォー・マザーズを描いた。再び友人や家族が主なモデルとなり、母サラ・ブロドニーの隣にノーマが座ってモデルを務めた。ニューヨーク・タイムズ紙はこの壁画に関して、戦争関連の芸術作品で女性が主題となっている珍しい作品であると記した。ビーコンストリートから館内のドリックホールに向かい階段が続いている。ドリックホールの大きなメインのドアは以下の3回しか開けられない。アメリカ合衆国大統領、または各国首脳訪問時、州知事任期最終日の退出時。この伝統はロングウォークと呼ばれ、一人で執行部室を出て2階へ下り、ドリックホールを通り、正面玄関から出る。その後階段を下って、ビーコンストリートを渡り、ボストンコモンに入ることで、マサチューセッツ州の一般市民となることを示す。ただしこの伝統は近年中断されている。1997年7月29日、ウィリアム・ウェルドの退任日、階段を降りる途中に、後任のポール・セル氏と面会した。4年後の2001年4月10日、セル氏の退任日には、議事堂正面の改修により、階段が使用できなかった。2003年1月2日、州知事代理のジェーン・スウィフトは、家族と共に階段を降り、バークシャー山脈に向かった。2007年1月4日、ミット・ロムニーの退任日、後任のディバル・パトリックは、階段上で就任の宣誓を行ったため、ロムニーのロングウォークは前日に行われた。軍旗が戦闘から戻った時、現在軍旗はワシントン DC にあり、ベトナム戦争以降行われていない。近年、サミュエル・アダムズとポール・リビアのタイムカプセルが館内で発見された。九州会議児童は1713年に建てられ、80年以上にわたって使用されていた歴史的建造物である。ボストン市内のワシントン通りとステート通りの角に位置する。建てられた当初は、1階が通商取引所、地下は倉庫になっていた。2階は3部に分かれ、東側は総督の執務室に、西側はマサチューセッツ植民地の最高裁判所にそれぞれなっていた。中ほどは植民地議会の会議場になっていた。この会議場は回廊に飾られた。議員の肖像画をはじめとする数々の絵画でも知られていた。1761年、弁護士のジェームス・オティスがここで裁判を起こした。裁判には負けたものの、裁判中に言ったオティスの弁論は後に、独立戦争へとつながるものであった。1776年7月18日、この建物の東側のバルコニーで、アメリカ独立宣言が群衆に向けて高らかに読み上げられた。独立戦争後20年ほどの間、この建物はマサチューセッツ州の州会議児童として使われた。1798年に州会議児童は現在の位置に移設されたが、その後1830年から1841年にかけてボストンの市庁舎として使用された後、この建物は商用に転用された。1881年、この建物を解体して、シカゴに移設する計画が持ち上がったが撤回され、外観の修復がなされた。現在では、九州会議児童は博物館となっており、フリーダムトレイルに沿ったボストンの観光名所の一つとなっている。同建物内には、ボストンソサイエティの本部も置かれている。また、州内のウェーマス市庁舎や、ボストン郊外のミルトンにキャンパスを構える、カリーカレッジの学生寮のうちの一棟は、この九州会議児童のレプリカである。現在のマサチューセッツ州会議児童現在の州会議児童は九州会議児童に代わる庁舎として1798年に建設されたものである。しかし次第にこのレンガ造りの庁舎が手狭になったため、州の中央部に州都を遷都し、新たな州会議児童を建設する提案が持ち上がった。しかしその提案は実行されず、庁舎は4度にわたって増築されることになった。最初の増築は1831年に行われ、建物の後部が拡張された。その後、チャールズ・ブリガムによって、1853から56年と1889から95年の2度にわたる増築が行われ、この時に、マサチューセッツ州下院が増築された方の建物に移転した。4度目の増築となる1914から17年には、元の庁舎の東西がそれぞれ拡張された。庁舎の外観も数回にわたって変わった。1825年には、建物全体が白く塗られた。その30年後、1855年には黄金色に塗り替えられた。4度目の増築の際に、庁舎は白く塗り直された。1928年、それまでの塗装がすべて剥がされ、元の赤レンガの色に戻った。その後塗装は行われず、現在でも赤レンガそのものの色が残っている。建物だけでなく、ドームの色もまた数回にわたって変わっていった。1802年に銅で覆われた後、ドームは灰色と薄黄色に塗られた。1831年にはドームが灰色に塗り替えられた。ドームに金箔が貼られ、現在の姿になったのは1874年のことである。しかし、第二次世界大戦の最中、敵機による爆撃を避けるため、一時的にドームが灰色に塗られていた。2001から2年にかけて、庁舎には大掛かりな外観修復工事がなされた。1858年出版のオリバー・ウェンデル・ホームズ・シニアの書籍、朝食テーブルの独裁者のボストンの衆議児童は太陽系の中心であるとの記載から、宇宙の中心がボストンのニックネームの一つとなった。1982年の映画、氷結の裁判所及び病院のシーンが衆議児童内部で撮影された。2006年の映画、ディパーテッドにおいて、コリン・サリバンの野心の象徴として、衆議児童が登場する。2013年、ザ・ラスト・オブ・アースにおいて外装及び内装が登場する。ところどころ崩壊した建物を通っていく。2015年、ベセスダソフトワークスのホールアウト4に登場する。ありがとうございます。